川崎重工では、グゲイが進水式を迎える中、世界の通常動力型潜水艦では、まさしくトップと言えるでしょう。世界で原子力潜水艦建造がヒートアップする中、ほとんどの国土が小さい国では、通常動力型潜水艦の方がむしろ動きやすいと考えます。今回は、この白ゲイ潜水艦を詳しく見ていきながら、世界での通常動力型潜水艦の性能もお伝えしていきます。日本の潜水艦を売り込めば、欲しい国は出てくるでしょうが。問題は情報漏洩。台湾で建造中の潜水艦も、海上自衛隊の潜水艦に似ているとの話し、台湾でも本格化しています。やはり、アメリカとの連携があるから、急速に話が進むんですね。2021年10月14日、神戸市の川崎重工業工場において、海上自衛隊最新鋭通常動力型潜水艦タイゲイ型の2番艦が、めでたく進水しました。この2番艦には、白ゲイという名前が付けられました。タイゲイ型潜水艦シリーズのネームシップは、そのものズバリのタイゲイでした。歴史を紐解くと、旧帝国海軍の潜水母艦が大クジラという名前でしたから、それにちなんだものでしょう。その流れで、2番艦は、同じく潜水母艦ジンゲイ、新クジラあるいは長ゲイ、長ゲイとなるのではないかと、推理した人が多かったそうですが、海上自衛隊内での募集の結果、軍艦の名前に使用されたことのない、白ゲイという名前に決まりました。脇道にそれますが、昔から、クジラは、日本人の生活と深く関わってきました。江戸時代には、クジラがやってきた漁村挙げて、捕獲にかかっている絵などがありますし、和歌山県太地町、宮城県女川町など捕鯨を主要産業としていた町が、昭和40年代には存在していました。それが、世界的な動物愛護捕鯨禁止の潮流に変わり、商業捕鯨ができなくなったのもご存知のことと思います。捕鯨に対する非難は欧米から始まったのですが、もともとこの国の人々も捕鯨をしていました。日本人はクジラの皮から肉から骨まで残すところなく利用していたのですが、欧米の人々の目的は油だけだったので、その他の部分は廃棄したそうです。そんなもったいない使い方をしていたクジラですが、鯨油以外の燃料が手に入り、クジラの数が減少すると、途端に動物愛護精神を打ち出して、捕鯨国を非難し始めたのです。結局現在は、調査捕鯨しか実施できないことになっています。数やサイズに注意しながら行っている調査捕鯨に関しても、あれこれ文句をつけられてはいますが、個人的な感覚ですが、イギリスもアメリカなど原子爆弾を持っている国がクジラを守ろう、と叫んでも片手落ちじゃないかと思ってしまいます。艦は9台。日本人の生活に結びついていたクジラの、白ゲイと名付けられた潜水艦は、進水式後、そのまま、川崎重工神戸工場で、約1年で、偽装工事を進めました。収益予定は、2023年3月ということです。白ゲイの先輩1番艦タイゲイ派、この工場の近くにある、三菱重工の造船所で建造されました。この艦は、2022年3月の収益予定ということです。白ゲイ、タイゲイが収益することで、海自の潜水艦は、防衛大綱に定められた22隻体制になります。現在、海自の潜水艦を建造しているのは、神戸の工場です。タイゲイ派三菱重工業で、
白芸派川崎重工業で建造されています。それぞれの造船所では3番艦と4番艦もすでに建造が始まっていて、今交代芸型が就役するごとに旧型の親潮型潜水艦が退役していくことになります。太平洋型潜水艦は、先輩の、そう、竜型とほぼ同じサイズですが、もっと高い静粛性を持っていると推測されます。白芸には静粛性をアップさせるため、浮き課題を設置しています。艦内の甲板を外角から浮かせることによって、乗組員の足音すら低音化してしまうだけでなく、対衝撃性も向上させる構造ということです。また、外角には、そう、竜型で経験済みの音波吸収材や反射材など装備方法をさらに発展させ適合させたことで、逆探知防止能力などの点でも大きく向上していると言われます。また、潜水艦の舵として、メリットの OEX 舵を採用しています。これは、そう、竜型で、その有効性が理解されたためでしょう。水中での機動性が維持できるそうです。さらに、乗組員の複利構成についても向上しました。以前は、潜水艦に、女性自衛官は乗船できなかったのですが、その配置制限が解除されたことに伴って、艦内の居住空間にパーティションなどを置くことで、女性用区画を確保しただけでなく、専用の寝室やシャワー室なども設置されたということです。何よりも、日本独自の潜水艦建造技術として特筆されるのが、水中での動力源として、リチウムイオン蓄電池が採用されている点です。リチウムイオン蓄電池は、従来の鉛蓄電池と比べると、エネルギー密度が高く、高出力を長い時間維持できる性能があります。また、繰り返し、放電回数も 1.5 倍以上と大きくなりましたし、さらに、充電が満タンになるまでの時間も短縮されたというメリットが得られました。このように潜水艦を稼働させるために有利な点が多いと思われます。また、鉛蓄電池は水素ガスが発生する危険性がありましたが、リチウムイオン電池ではこの恐れはありません。そういったリスクから乗組員を守るということで、メリットだらけといった感じですね。実は、リチウムイオン蓄電池、当初は太平洋型から搭載される予定だったのですが、開発が進んだので世界に先駆けて、双竜型最後の2艦、つまり、11番艦奥竜、12番艦東竜に採用されました。この2艦の稼働で、リチウムイオン電池の性能と安全性が確認されていたのです。ただし、そう、竜型シリーズは、その期間は、スターリングエンジン、水中では鉛蓄電池を使用する方式でした。奥竜、東竜はスターリング機関を下ろしたのですが、リチウムイオン蓄電池の性能を十二分に発揮させる設計ではありませんでした。その点、太平洋型は最初からリチウムイオン蓄電池を搭載する前提で設計されたので、その性能を最大限引き出せるとされています。また、太平洋型には、給排気効率を高めるために設計された、新しい高性能シュノーケルマストが装備されているので、短時間にリチウムイオン蓄電池へ充電することができますし、結果として、そう、竜型より充電時間が短縮し、かつ超時間高速で潜航することができるのです。太平洋型潜水艦には、この他にも、
最新のテクノロジーが盛り込まれていて、光ファイバー技術を利用した高性能ソナーシステムによる敵艦探知能力の向上や、TCM と呼ばれる潜水艦魚雷防御システムなども完備されているそうです。タイゲイ型潜水艦は、現在5番艦までの予算が計上されています。この先も、毎年1隻ずつ建造されると見込まれています。当面は、親潮型潜水艦を退役させながら、補充しつつ、計22隻体制を保っていく方針とされています。ここでもったいないと思うのが親潮潜水艦なんですね。親潮型潜水艦は、海事では旧式扱いですが、世界レベルで見る限り、まだまだ一線級の通常動力型潜水艦です。正直に言うと、中国の原潜と比較しても、作戦場面によっては、能力で引けを取らないと思われます。そんな親潮潜水艦をこのまま退役させて解体してしまうのは、何とももったいないということで、予算が許すのなら、いつでも動ける状態で保存しておいて、万が一の際に現役復帰させるという措置を検討したらいいのではという意見があるそうです。もしくは、他の国に漏らしたくない、機密部分のシステムや部品を、無難なものに置換して、東南アジアとかアフリカ諸国などの独力で、潜水艦を開発、建造できない国に輸出するということも考えられます。そして、得た外貨で、少しでも、新艦建造費の補填に回すという、柔軟な対応策も検討しておいた方が、いいのではないでしょうか。おそらく、親潮型潜水艦は、お隣の信頼性が疑わしい潜水艦よりは、高い性能を発揮するだろうし、潜水艦開発に、遅れをとっている国からは、どうか売ってくださいと、希望者が殺到すると思っています。これから潜水艦が担う役割は大きく、台頭してきた中国に対し、国土の防衛を強化しなくてはならない。また、台湾侵攻にも備える必要がある。日台連携強化ですが、韓国とは破談で結構です。